なんかフワちゃんの炎上騒動を受け、アンミカ氏が謝罪したみたい。まあアンミカ氏はフワちゃんの親友だからね。だから謝罪したんだと思う。では、詳しい内容を見てみるね。モデルでタレントのアンミカ、52が6日に自身のインスタグラムを更新。YouTuber でタレント、フワちゃんの不適切投稿騒動についてコメントした。フワちゃんと親しいアンミカのインスタに多くのメッセージが寄せられた。これらの投稿にアンミカは、ご心配おかけします。すみません。いつも厳しく伝えているのですが、力不足ですみません。本当に今回のことは、強く相手を傷つける、想像力の足りない稚拙すぎる言動です。誠心誠意、謝罪したいとのことです。心から反省し、他者への想像力を持った思いやりを持てるようになり、言動が根っこから変わることを願っています。それまでしっかり伝え続けます、と返信した。また、私の前ではそのような話にはなりません。私が言うポジティブの話を一緒に笑って聞いてくれてる感じです。なので私も驚いていますし、安子ちゃんもとても辛い思いをしたと思います。本人が誠心誠意、謝罪をして、想像力を持ち、心を入れ替えると言ってるので、信じて見届けますし、人に思いやりを持って、言動に責任が持てるようになるまで伝え続けます。ご迷惑をおかけします、とも綴っていた。アンミカ氏曰く、本人が誠心誠意、謝罪をして想像力を持ち、心を入れ替えると言ってる、とあるけれど、フワちゃんっていい大人でしょ？そんないい大人が今から変われるとは到底思えないよね。まあ変わる努力は必要だけれど、30歳になり人格が形成されている以上、そこから変わることって相当難しい気がする。ちなみにそんなアンミカ氏の謝罪に対しては、次のような賛否の声が上がっているみたい。はい。アンミカの返信見る限り、フワちゃん上には猫かぶって、下にはとことんやるタイプなんかな。いつも厳しく言っても治らない治さないってこと。世間を甘く見てるってことなのか。やはり普段から出てるのですかね。いろんな人の話が昔からあるみたいですし。つまり、常習犯です、って言うてるようなもんやないか。また出現するリスク考えたら、もうテレビでは使えないよね。アンミカの自責の念すごい。肝が据わってらっしゃる。もう母親じゃん。母性強強。まあアンミカさんが謝ってあげる義理はないんだけどな。保護者でも何でもないし。幼い子供ではなく、もう30歳の中年女やぞ。他人に死んでくださいと言える人間性。この歳まで変わらないなら一生変わらんよ。こういう感じに甘やかされてるんだろうな。アンミカ関係ないやろ。子供じゃねえんだから、しっかり金儲けしてる大人だろ。アンミカさんは人のことを悪く言わないけど、日本のことはボロクソに言うからな。便乗して好感度上げたいのかしら。人の不幸に便乗して好感度稼ぎすんなよ。お前にだけは指導されたくないわわら。指導してるのがこいつなら、あの言動から察するに、しっかり伝わってると思う。そこに乗っかってくるか。すごいな。しゃしゃるな。アンミカが出てきたら火に油だろ。何様？ルイは友を呼ぶ。不愉快でしかない、フワ。まるで戻ってくること前提みたいな言い方してるけど、多分望まれてないですよ。これで復帰できるんだったら問題だよ。すごくどうでもいい話。あんたにそんなこと言われてもな。一緒にいなくなったらどうだろう。個人的には、フワよりこっちに消えてほしいわ。二大不要芸能人。アンミカ氏とフワちゃん。二人とも好感度の低いタレントだからね。だから結構厳しい声が散見されるけれど、アンミカ氏がフワちゃんを変えることができるのであれば、今後も引き続き叱ってあげてほしいよね。フワちゃんは人生のピンチを迎えている。だからこそ、親友であるアンミカ氏が、フワちゃんを支えてあげることが大切になってくると思うよ。まあしかし、前述したように、人はそう簡単に変われるものではないからね。正直今から変われないと思う。それに、タレントは好感度が命。あの一線を越えた誹謗中傷のイメージは、なかなか払拭できないと思う。フワちゃんの復帰は、結構厳しいんじゃないかな。
グーグルも激怒しているようだし、フワちゃんの炎上騒動、いつ鎮火するだろうね。